いや、せっかく新日本プロレスさんもこんなメジャーで大きな団体に出させてもらったのに、同じキャリアの選手に負けてしまいました。またいつかもっと練習して、もっと練習して、いつかまた成田さんや他のヤングライオンの方と戦えるようにもっと頑張っていきます。本日ありがとうございました。さあ、新日本代表として他団体の選手とシングルして勝つことができてきました。今日試合で出した技は最初に教わった基本的な技ばかりです。その技を使って勝つことができたということは、本当に新日本プロレスに入ってよかったと心から思えることでした。でも今日自分がここ今日のメインに立てなかったということは本当に悔しいことです。次は絶対メインに立ちます。